おはようございます。町長の太田です。今月は第9次総合計画の策定について並びに参議院議員通常選挙についてお知らせします。はじめに第9次総合計画の策定について申し上げます。総合計画は町の最上位の方針として森町をどのような町にしていくのか、そのための具体的な方策を総合的・体系的にまとめたものであり、福祉や産業、都市計画、環境、教育、子育てなどあらゆる分野において長期的な町づくりの方向と施策を示したものでございます。町では前回の第8次同様、町民の皆様と行政との共同作業で策定していきたいと考え、昨年度町民アンケート調査や意見募集などを実施し、多くのご意見をいただきました。今年度は策定に向けてまちづくり提案をいただいた皆様や共同のまちづくり推進事業を実施している皆様など町民15名で構成されますまちづくり検討会及び町内主要団体の代表者22名で構成されます森町総合計画審議会ですでに協議を開始しております。また、8月から9月にかけて開催を予定しております町長と語る会の開催などを通じて、町民の積極的な参加のもと、町民と協働し、町議会にご審議いただいた上で、来年3月までに策定していきたいと考えております。なお、今後、進捗状況等につきましては、随時、広報森町やホームページ等を活用して町民の皆様にお知らせしていきたいと考えております。次に7月10日に行われる参議院議員通常選挙についてお知らせいたします。参議院議員の任期は6年で、3年ごとに半数が改選されます。参議院議員は選挙区と比例代表の2種類の選挙によって選ばれるため、投票を2回行うこととなります。投票日は7月10日日曜日、午前7時から午後8時までで、入場券に記載されている投票所で投票できます。また、7月10日に用事があり、当日投票に行けない方は、期日前投票ができます。期間は7月9日までの毎日、午前8時30分から午後8時まで町民生活センター1階で投票できます。なお、今回の参議院選挙から選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。平成10年7月11日までに生まれた方は投票ができますので、ぜひ選挙に行きましょう。さて、毎月1回同ホーム線で町の主要事業などを紹介している今月の町政ですが、今回の放送分から動画でもご覧いただけるようになりました。森町ホームページの町長の部屋から毎月動画を配信していきますので、皆様ぜひご覧ください。なお、ご使用になるパソコンや接続環境によってはご覧いただけない場合があります。あらかじめご了承ください。